どうも、飯を乗せと、はるきと、もちです。はい、ということでね、はい、皆さんと一緒に食べたい商品がございまして、ほう最近、ちょっと世の中で流行っているというか、うんまあ、結構人気がある、うん、マクドナルドっていうハンバーガー屋さんがあって、はい、聞いたことない俺。聞いたことないです。結構初めて聞いた。最近ちょっと流行ってるみたいなんで、うんまあ、それをちょっと食べてみようかなって。これ？ここ？ここ？ああ、これか。MMM。このマーク見たことある俺。ちょっと見ますか。うん。まあ、これがまず、ドリンクね。ドリンク。M だ。ね、M。M だ。M 入ってるわ。ね。で、これが、ポテト。ポテト売ってんの、あ、MM。あ、また M だ。M サイズなんだ。あ、そういうこと？大きさの問題、これ全部 M サイズなの？わかんない。ちょっとおすすめくださいって言って。まあそうだよね。最初はそうだよね。わかんない。うん。で、まあ次、バーガーなんだけど。あ。これ箱に入ってんだよね。珍しい。ビッグマック。そう、ビッグマックっていうやつを今回持ってきました。名前バグってんね。ビッグマック。マックか。マックだからか。オープン。おー。めっちゃうまそうじゃん。すごい。うまそう。でかいのかこれは果たして。普通くらいかな。なんかでかい。ビッグマック。だってマックってこの店名でしょ？店名だよね。マックの中ででっかいんだこれは。ちょっとわかんないけど食べてみますか。そうだね、とりあえずね。でも俺が普段食べてるバーガーこんぐらいだよ。でかいか。じゃあこれちっちゃい。ちっちゃい。リトルマック。リトルマック。じゃあちょっと食べてみますか。そうだね。これはこう怖いから。ちょ怖いよ、だって汚いもん今上。なんで？上汚いもん今。信頼失うもん。半分しか入ってないし。怖えの。怖い。これ海外の企業？多分そうですね、マックなんで。うん、マックなんで。とりあえず食べてみますか。で話題なんだもんね、今流行ってるでしょ。そう、マックがすげえみたいな。へえ。店舗もいっぱいあるのかな。確かね、ある。めちゃめちゃ全国展開されてて、見たことないな。でも店舗ね、マークは見たことあるけど。そう、マークはなんかどっかで。うん、店舗は見たことない。いただきます。はい。うん、なんかね、独特。へえ。めっちゃ独特。おぉ、なんだろうこれ。伝えづらい感じ、うん、味としては。でも初めて食うわこの感じ。でもうまいね。うまいうまいうまい、まあ、まあまあまあ。ポテト食ってみる。うん、これは普通の味。塩とか、まあ、そりゃそうでしょ。ああ、まあでも癖になるね。うまい。これ単品であったらいいのにね。これ一番うまいわよ俺。でも喉乾くね。これな。あるよ、ある、ある。あ、そっか。いいよ。飲んでみる。いいの？うん。一応コーラなんだけど。どう？コーラだね、普通に。めっちゃ飲むじゃん。めっちゃめちゃ飲むじゃん。飲み尽くそうとしてるじゃん。なんなら。ああ。うまっ。調べてみる、ちょっと。概要みたいな。マックの。確かに。マクドナルドはアメリカ合衆国に本社を置くファストフードチェーンストア。快適に人気なのかな。ね。でも日本に来てまだすぐとかではないのかね。でも日本に3000店舗あるらしい。嘘でしょ。3000個もあるの？3000店舗、うん、そんなん。3000ってやばくね。だって今47都道府県1個の県に100個ぐらいあるじゃん。すごっ。すごっ。普通にめちゃめちゃすげえじゃん。ね、1971年に1号店がオープンしたらしい。え、そんな前なんだ。めっちゃ前。めっちゃ前からある。マジ。うん。いや逆になんで知らなかった俺ら。生まれてなかったとはいえ。すげえ。俺らまあ19、うん、日本にマック来て50年よ。知らんことある俺ら。逆にマック今までね。最近目を出したのかな。あー、まあそういうこと。確かにな。だってこんなんだっていくらこれ。え、500円ぐらい。いや690円ぐらい。うん、かな。いまいち覚えてないけど。まあそんなもんか。かもね。だからそのもっと安かったらさ、高校生がいっぱい行くじゃん。まあまあ確かに。うん。そこかな。確かにね。ちょっと高いかな。あとセットだよねこれね。多分。ああそうそう。でまあ700円くらい。うん。ちょっと高いもんな。うん。まあね。で高校生がいっぱい行ったらさ、絶対同級生とかから聞くじゃん。マックの話を。確かに。聞かなかった。聞かなかった。全然聞かなかった。っていうのかね。まあこの動画を機に知った人は。ぜひマクドナルドさんの方にね行ってみてはどうでしょうか。そうね、本当に行った方がいい。めっちゃ美味しいもんこれ、うん、すごいわ。特にこれそう、ポテトがめっちゃうまい。ポテトはうまいぐらい。値段調べろ。おう、280円。あー、ちょっと高いな。280が高えな。ちょい高いね。ちょい高いね。ちょい高い。 L はね330円。高いね。高いわ。
これあれだな、高級食材だなこれ。あ、そういうことか、うん、贅沢しに行くときに行くとこだ、マック。富裕層とかが行くとこかもね。だから流行ったのかも分かんなかったんか俺ら、うん、そうだよね、時給900円とかの人がさ、うん、ポテト1個のために300円払えないもんね、そう簡単に。確かにね、1時間の3分の1払いたくない、だよね、払いたくないっていう言い方もある。きついもんね、まあ、美味しいけど。そうそうそう、そういうことか、値段が問題か。うん、まあでもね、月1ぐらいでは食べに行きたいような味でしたね。贅沢というかね、うん、うん、そう、たまにはみたいな、うん、あ、そうだ、あのマック以外にもさ、みんな結構有名だけど俺らが知らないやつはいっぱいあると思うんだよ。あ、それちょっとコメント欄で募集したらいいんじゃない。あ、知りたいね。そうそう、こんな流行ってるやつがありますよっていうのをちょっと書いてくれたら、そこの店、まあ、行ったり買ったりして食べてみるよ。すんで、確かに、ぜひお願いします、コメントに。はい、それでは、はい、次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。